射。入るしたよ。着きました、成田空港。遠かった。どうだよ、近所やろ。めっちゃ近所や。一番近い。俺お前8時間おるぞ、ここ。お待たせしました。出発です。よう焼けとんな。出国ですよ。初めての、ほぼ初めてに等しい出国です。はい、いい、ドバイ、はい、ドバイ。ついにサンバード、ついにもうドバイ、グッドバイ。パクられてるから。パクられた。ドバイ、グッドバイでもう5時間の滞在で、ここから15時間でサンパール。で、割と5時間早く経ったね。早かったですね。そうですね。到着しました。オブリガード。オブリガード。オブリガードオンリーで乗り切ろうと思ってます。あとボンジーヤは覚えてた。ボンジーヤ。ボンジーヤ。朝の挨拶です。ボンジーニア。ボンジーヤ。ボンジーヤ。オブリガード。めっちゃありがとうは。ムイトオブリガード。ムイトオブリガード。大表に。すごい。日本人選手が全員揃ってます。全員荷物。荷物です。全員的ですね。ようやく外、久々の外。グライダー引っ張ってる広告がありました。久しぶりのホテルでございます。本当ですね、やっとお布団で寝れる。嬉しい。でももう夜中の2時ですよ。そうですよ、2時ですよ、夜中の2時。今から開会式です。屋上で。ノーマルな格好でって言われたんで、ちょっと小綺麗にしてみました。じゃあ、マルコスさん、よろしくお願いいたします。はい、では乾杯しましょう。乾杯、サウジー、サウジです。全然暑い。今から100人のジャーナリストっていう催しがあるので、この会場に向かってます。すごい、街の人が勢ぞろいした。よし、やっと今から冒頭で1時間半ぐらい移動します。ボーチダウンパオヤマモト、ジュンバイデモラ。なんかブラジル人の人に、昨日もそうですけど、めっちゃプリティプリティってめっちゃ褒められる。移住やね。移住ですね。もうなんか現地化してます、ね、ちょっと。めっちゃ船かな。胸こんなになってましたよ。めちゃくちゃ怖い。我々の部屋です。涼しい。さすがやね、半袖って。みんな同じ感じでした。まだ俺まだ見てない。なんか離れで。
かわいい。超快適。めっちゃいいですね。これが今まで来た中で一番いい部屋。本当ですか。OK、プラクティス。Let's go。低くなれ。いよいよです。楽しみ。17日や。出発したの12ですよね。5日目。ラゴ。わお。あっさ。あっさ、すごいブレークになってますね、ここ。ペスカー、オッケー。いやー、始まりますね。すごい。あ、意外と深いかもしれない。本領発揮しましたね、アマゾンが。あっち。誰か来た。見て来た。定番ポイント。定番ですね。一級ポイントなんだな。マジ。スチッキ何がいいの？スチッキ？エリス？今店とかも入るでしょ。よいしょ。モズベおおおおわ水車系いいね。うん。フィッシャー系だ。ニノとかもいけるね。ニノ？よいしょ。結構やっぱ反応早いんですね。了解です。エリアを見つけるだけが出てくる。なるほど。なんか出た。びっくりしちゃった。
びっくりしちゃった。なんか微妙な身もある。うん。なんか動きがちょっといまいちや。そちらからその巻いて釣るような感じやね。なんでこんな飛ばないんだろう。全然飛んでないですよね。全然飛んでない。あ、めっちゃ浅いです。この辺。じゃない？ワニだ。でっか、でっか、でけえ。怖っ。マジか。落ちたら終わりや。落ちてみた。落ちてみる。大丈夫。明日からもう見慣れてくるから。そっか。野生のワニだ。45, Amazonas. Amazonas. A isca grande, né? Ah, 80, 75. São maiores os tucunaré. これぐらい、10センチぐらいのルアーがいいらしいです。って言ってたと思う。トゥクナレ、出てこい。トゥクナレ。とりあえず4時ぐらいまでやってみよう。そうですね。あと30分。30分。むずいな。朝一がいいとかそういう感じなんですかね。そんなもあれやろね。しておいてください。オッケー。でかった、やばかったですね。少ない全部あんない。周りのミスバレたら全部弾かれる。なるほど、確かに。おお、51。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。
よっしゃやっぱ船長の言うことは聞くべきですね。サイズが総入れ替え決定です。総入れ替え決定です。今日もう明日のピーコクのスタメンが決まりました。あるわな、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 やってみ。マジなんとアロワナがいるだと。これ今日アロワナ釣れて、もしアッパッパ釣れたらやばいですよ。やばいやばいプラ大成功じゃないですか。逆に言うとアロワナのサイズが良かったらここだけでもいい。そうですね、魚は釣れる。うん、キーパー取れるなら。トグナレ、うわ出た。このおっさんやっぱり出る前に見えとる。もうすげえ、ずっとこの人がいい。いやみんなもええから。あそっか。来た。トグナレ。わあトグナレ。おう、ベイビーベイビーベイビー、イエーイ。細っ。何キーパーかな。こんなに何にも反応がないってことはやっぱトップなんでしょうね。そうですよね。違うトップ投げてみるか。やっぱガイドの言うことは聞くべきか。出た。アッパッパ。わお。食うの下手すぎ。しゃ。ああ。オーマイガー。オーマイガー。まあまあまあいい練習になったと思います。今日明日から活かせる情報はすごく得られたんでよかったです。ガイドさんに感謝。帰りましょう。オブリガード。いや思ったより難しかったんですけど、でも釣れましたしヒントもいっぱいあったんで、まあ、明日からの試合に生かせる情報はすごいたくさん得れたんでいいプラができました。